城崎温泉。めっちゃいいお湯。トンビの大群。このままどこか遠く。お金がないから旅に出た。僕は会社を辞めて歩きとヒッチハイクで日本2周目の52歳。現在兵庫県は豊岡市。今回まずは天然のコウノトリを探しながら田んぼの中を歩き、その後太古の地層が見られる玄武洞を見学、そして和の情緒あふれる温泉街城崎温泉で一風呂。さらには江戸時代は北前船、現在は海水浴客でにぎわう竹の浜海岸で波の音を聞きながら一泊します。こんな高さだよ。今から300万年前から1万年前頃、田島地域一帯では盛んに火山の噴火が起こっていました。その中で玄武洞付近を構成しているのは約160万年前に火山から流れ出た玄武岩の溶岩であるとされています。その火山の原型は残っていませんが、公園の周囲や丸山川を挟んだ対岸の地域にも同じ玄武岩が分布しており、広い範囲を覆った火山活動があったことが分かっています。めっちゃいいお湯。おはようございます。ですね、ここは城崎温泉の丸山川沿いのなんか堤防みたいなところ、ここで昨日テント張ってね、今から今日は、温泉巡りするといいよっていう話を聞いてちょっとお金出していただいたんで、今からいくつか温泉、ちょっと撮影は無理かもしれんけど、まあ無理かもって無理だな。ちょっと温泉入ってどんなもんだか。昨日駅前のなんだなんか噴水じゃない、なんか手水みたいなお湯が出るところがあって、そこはねしょっぱい、ちょっとしょっぱい、あの軽くしょっぱい水がで、お湯が出てたけど、いいお湯みたいだね。もうほんとね、なんか素敵な夜の街、こう提灯が照らされてみたいな、そんな感じの柳がこう垂れてみたいなね、河原を歩いてみたいなね、カランコロンカランコロンみたいなね、そういう街並み。ちょっとお昼この時間行ったらどうなるか。もう向こうはね、もう今日これからこっち歩いていくんだけど、向こうは何キロか行くともう海、こっちが昨日までずーっといた豊岡とか矢部とかあっちの方ね、なんか橋が今かかりかけてるね。ここらはね、向こう側にも、向こう側はなんか山があるの、あんなちょっとね離れてんだ、あそこ川向こうはね、こ
こっちから行けなくて、この辺の住民の人はね、こう待ち望んだ、これ橋なんだろうね。もうちょっと上へ行くと、橋はあるんだけど、このね、ちょうど中心街のところに橋がなくて。それでは行ってみよう。お肉美味しい。おはようございありがとうございます。またまた。ありがとうございます。久しぶりの海だね兵庫県縦断したね。おおおお、ちょっとすごいね、あの山。おお、見て、あの山。おお、もうさすがにちょっと泳げないけどね。あゆさん。あゆさん。あゆさん。な、何さんですか。まさき。まさき。ああ、面白かったね。まささん。まさき。アイさんの人柄いね。だから出ないと俺もこうやっぱり声をかけるね。
まあでも僕ほらタイミングもあるけど、やっぱりその看板あるから、うん、それはあるからね、うん、それがなければこっちから喋りかけないと、まあね、分かれへんもんね、うん、やったらあれやってないと、うん、なんかの行商とよく間違えるな桃売ってんですかとか、うんうんうん、中学卒業してね、はい、すぐ大工しだして、はい、それで5年ほど大工して、そっからあの阪神淡路大震災、うん、あれにおって家がもう全壊、一番ひどいと思ったら長田おったからね、うん、でそっからまあ家なくなりの小学校で生活しの外で生活しの、うん、で加古、ちょうど今あの加古川でね親戚がおったんでね、そこで世話になって、そっからもうなんか自分で商売するようになって、うん、はい、OK、 OK、 このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜よりの使者よっ、うおう、うおう、うおう、はい、しゃー目の前を通っていく、痩せますよ。あ、いいっすね。背中がいいって前がいい言うてよ。いや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 、もちろんもちろん前も背中も、はい、焼きそば大盛り特盛りだ、うまい、うん、うまい、では行ってまいります。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。お世話になりました。